それではまずはじめに、元全日本監督の野平貴夫さんにワルドナーの魅力について伺いましょう。ワルドナーの魅力についてですが、技術的には3点あると思われます。一つはドライブの種類が非常に多彩であるということ。このビデオをご覧になる人は、曲がるドライブ、沈むドライブ、それも打球点の高いところから打てる、また低いところからも打てるという非常に多彩であるというドライブを持っている。2点目にはレシーブが非常にうまい、すなわちたくさんの回転を利用して返すことができる。これも当然このビデオでご覧いただけると思います。第3点目はバックハンドの技が多彩である。特にコートのそばで強打ができる。比較的ヨーロッパの選手は後ろに下がって打つバックハンドが多いんですけども、彼の場合にはバックハンドが前陣で叩ける。これがまあ世界チャンピオンになった原動力である、中国にも強いということが技術の上では言えます。それから卓球選手に非常に必要なリラックス、緊張とリラックスで、このリラックスさを取るのが非常にうまい。これも非常に強くなるための要素です。次にゲーム性がある、いわゆるポイントどころを心得ているといいますか、大事な場面でどういうやり方をしたら一番いいか、こういう面においても彼はやはりワールドチャンピオンであるということが言えると思います。その他に卓球選手で必要な反応の速さ、反射神経といいますか、こういうものも当然並外れている。それから大事な場面、作戦の変更、こういう時に必要な勇気や決断力、これも彼の場合はやはりチャンピオンとしての福岡がある。その他に、卓球選手として必要な体のバランス、すなわち上体と下半身、このバランスが非常に取れている。これもこのビデオを見てぜひ参考にしていただきたい、点です。以上がまあワルドナーの魅力といいますか、特徴ということが言えると思います。I'm Jan Ullman of Sweden. I hope I can teach you some good table tennis today. ワルドナーのスーパーテクニックパート2では、サービス、レシーブ、つっつき、フットワークをご紹介していきます。
I think it's important to, if you want to make short serve, then I think it's important that you can do it all the time, and also with long service. But when you make long service, it must be very fast serve, because if you are not making, if you make long service and it's not fast, then it's problem the next ball after with the hard topspin to get against you or hitting. The grip a little bit when I make service, I take the little bit like this, I hold the racket like this. It's better because I want to have good possibility with the wrist to get much spin in the service.回転サービスはラケットの下側の部分でボールの下をインパクトします。インパクトの時に手首を柔らかく使い、打球時に速いスイングでカットします。 回転サービスを出すときには、自分のコートでのバウンド地点をできるだけネット寄りにして、小さく低いバウンドで相手コート上のネットに近いところに落ちるようにします。 柔らかく使い、ボールの下をインパクトします。 横回転系サービスはラケットの角度をコートに対して垂直にし、ボールの側面をインパクトします。 インパクトの時に手首を効かせて素早いスイングをします。 打球後はフォロースルーにより相手に回転を分からせないようにします。
回転系サービスは相手の返球が下回転サービスの時より長くなるので3球目攻撃がしやすくなります。手首を十分に使いボールの側面をインパクトします。ナックル性サービスはボールを押すようにして回転をつけないようにします。下回転サービスと同じようにボールの下をインパクトしますが手首を使わずそのまま前に押し出すようにスイングします。ナックル性サービスは下回転サービスと同じモーションで行います。ボールの下をインパクトしそのまま前に押します。上回転系サービスはラケットの角度をコートに対して垂直にし肘を使ってボールを下からこすり上げるようにして全身回転を与えます。上回転系サービスを出すときにはできるだけコートの手前にバウンドさせ低いボールを打つようにします。上回転系サービスを出すときは相手の逆を突き球速の速いサービスを出します。インパクトのときボールを下からこすり上げるようにします。バックハンドサービスはグリップを変えずに基本的なグリップで出します。
ラケットの角度を変えることによりフォアハンドサービスと同じようにいろいろな回転のサービスを出すことができます。手首が効きやすいグリップ、狙った位置に正確に出す、3球目攻撃につなげる、以上のことに気をつけてサービスを出しましょう。サービスは攻撃の1球目です。ゲームの主導権を握るための最も重要な技術です。サービスで大切なことは、自分の思った通りのサービスを狙った位置に正確に出すことです。そして相手に自分が出すサービスを前もって予測されないことです。またサービス力を上げるのも大切ですが、3球目攻撃につなげることがより大切なことです。ワルドナーは子供の頃からナショナルチームの一員として数多くの国際試合でプレーをし、そのオールラウンドプレーの冴えは天才少年と言われました。今でこそ身長は177センチメートルありますが、子供の頃は小さくワルディと呼ばれていました。ワルディとはドイツ語で子犬という意味です。そしてワルドナーは自ら研究開発したラバーにワルディと名付けました。この親しみやすい名前と優れた性能により、ワルディラバーは世界各国で多くのプレイヤーに愛用されています。
So also to, if you want to have a short return, it's important that you can do a short return, and also with long return, that it's important that you can get quick long return if you push or if you flip, that you can get long quick return. It also depends on if it's a left-hander, if it's a right-hander. But normal position is a little bit in my backhand corner. レシーブはサービスと同様にプレーの始まりの部分でとても大切な技術です。それではそれぞれのレシーブ技術を見ていきましょう。フォア前のサービスを払うときにはラケットをオープンにし、ボールを乗せ、ラケットを動かしながら手首を使い、クローズにしていきます。前のサービスを払う時も手首を十分に使い打球します。バックハンドで払う時には肘を中心に手首をよく使って打球します。チャンスがあれば強打しますが、まず正確に返すことが大切です。相手のサービスが甘くコートから出た時はレシーブからドライブをかけて攻撃します。この時もチャンスボールであれば強打しますが、そうでない場合は相手の動きをよく見てコースを突き、4球目攻撃に結びつけることを考えます。
バックハンドドライブでレシーブするときにはサービスの回転を判断しコースをついて返球します。相手のサービスを払うのが難しい時には無理に攻撃しないで安全に突っついて返球します。この時は攻撃チャンスを与えないように相手の動きをよく見てコースを突きます。バック前のサービスに対してもコースをついて正確に返球します。Thank you.
ープレシーブはバウンド直後をインパクトします。これは攻撃と同じくらい大切な技術です。バックでストップレシーブをするときもバウンド直後にインパクトし短く返します。レシーブで大切なことはバランスの良い構えをする、狙った位置に返球する、プレーの状況によって自然に対処するということです。レシーブをするときにはいつでもスタートが切れるようなバランスの良い姿勢で構えます。レシーブで大切なことは自分の狙った位置に思った打ち方で正確に返球するということです。またレシーブの技術は限られているので、相手の出したサービスに対して自然な対処の仕方をするように心がけましょう。It depends on if it's downspin service or upspin.
but it changed. Sometimes I make it on upspin service, and then I have to close the racket more when I play against upspin service. And if it's downspin service, then I have to open a little bit more. And also I use the wrist also in the backhand pushing. は前腕と手首の力を使い、小さいスイングでボールの下をこするようにします。バックで突っつくときは肘の運動を十分に使いましょう。次は前腕と手首の力を使い、ボールの下側をこすり、肘の運動を利用しましょう。I think it's important if you play footwork that you take it the ball on the highest point if you want to get better footworks. Mm. And also that you turn around good with your body. It's if you play backhand forehand, to turn around with the whole body. And also take it in on the highest point. I think it's very important. フットワークで大切なことは、体のバランスを崩さずにできるだけ早くボールの位置まで体を移動させることです。そのためには相手の打球したボールの回転やコース、バウンドなどを素早く判断します。そして常に頂点でインパクトすることが大切です。フットワークは体のバランスを崩さず、相手の打球したボールを素早く判断し、頂点で打球しましょう。
後に国際卓球連盟の荻村一郎会長にお話を伺いましょう。ワルドナーは世界チャンピオンですけれども、まあ、これは、よく知られていることですが、13歳ぐらいの時からもう神童とか天才とか言われた選手で、私のところにも約2週間ほど、13の時に、来まして、まあ、天才的な選手によくあるようなその憎らしいくらいにそのよく卓球を知ってるこましゃくれたプレーというか、これがもうその頃から出ておりましたね。で、緩急が自在である、それから、プレースメント、もうテーブルのあらゆるところをうまく使える、どんな角度でも頭の中に入っている、それから回転もゼロ回転からそれこそ急旋回転まで、前後左右上下斜めに使えるというようなことで、まあ卓球に関するその頭脳というのはもう本当に出来上がった選手ですね。それから弱点がない、まあ、死角がある、死んでる角度といいまして、死角のあるプレイヤーっていうのは必ずそこを潰されていくんですけども、ワルドナーの場合には死角がつかめないと、そういう、まあ、魅力のある選手ですね。こういう選手はなかなか出ないと思いますし、まあ、ある特徴でもって押しまくって勝っていくという選手が出てもいいし、まあ、カラフルなその天才たちが競い合うというような状況がだんだん出てきてよかったなというふうに思うんですね。今まで中国の選手の速さに対してどうしてもそのヨーロッパの方も遅い、そして力だけで対抗しようということで欠陥があったんですけれども、ワルダーの場合には前に出て速さだけの勝負もできる、カットもできる、カウンターもできるということで、まあ、かえって中国の選手が飲まれてしまうというような場面もありますね。それで、スウェーデン人特有のそのクールな試合態度、やはりそのヒーローのモデルというのもいろいろあっていいと思います。そういう中でワルドナーは一つの新しいヒーローのモデルを提出したと。I think it's important to practice many different things.Not only footwork, not only service. I think if you change, mix something between this, and also that you don't play regular all the time, I think it's very important to play unregular exercise. That's the most important thing in the practice. So you don't know where the ball is coming. Then you can, get much better if you don't know where the ball is coming in the exercise.I hope this video has been good and that they can learn something from the video, and I hope they will continue to practice and in the future, and I hope it was a good video.